右肘のコンディション不良で、阪神湯浅、今日切り脱か。阪神の湯浅敦貴投手が16日、今季初めて出場選手登録を抹消された。球団は、疲労考慮と発表したものの、複数の関係者によると、右肘のコンディション不良であることが分かった。今後の検査結果によっては、今日切り脱の可能性がある。セリーグトップタイの5セーブを誇っていた新守護神が離脱したチームは、DeNA 戦に敗れ、わずか1日で単独首位から転落した。疲労や言ってたのに。無理してたんか。まあ、そりゃただの疲労だけで落ちるわけないし。元気に二刀流やってる大谷やっぱおかしいだろ。以前はよく怪我してた印象あるけど、何が起こってるんだろうね。やっぱどこも悪くなきゃ、抹消まではせんよな。まあ軽傷であることを祈るしかないな。そうなると抑え、候補はケラーが石井か、岩崎になるんかねえ。DJ して、パワーアップして帰ってきたらいいやん。投げさせすぎや。まだ23歳だし、さっさと DJ した方がいい。代わりの選手やゲント湯浅だけ、抹消して、理由が疲れてるから、なんておかしいと思ってたら。昨年も一度休養で離脱しとる。急に抹消やからおかしい思ったわ。WBC 玉からの変更って、やっぱ負担あるんやろな。WBC 玉のがボールが大きいから、NPB 玉同じ感覚で投げると、肘に異常が起きるんやろ。今永も、感覚ちょっと時間かかると言ってたし。負担大きそうなフォームやから、先発の方がええんやないか。湯浅去年も使われだしたら、ぶっ倒れたって言ってたし体が弱いんやろうな。しかしこれは痛いわ。ハマチがあのざまだしケラーも、春のケラーだし困ったわな。まず、開幕戦で30球以上投げて、2戦目も投げさせるのがあかんやろ。本人が行くって言っても普通はストップかける。